パークからキュンです。キュンです。スパーク村上選手、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ここからはですね、 YouTube 用の動画ということで、肩肘張らずになんかリラックスして答えていただければ嬉しいです。どう、まだ緊張してますか？いや、緊張してないですけど。あ、よかったです。今だいぶ髪型変わっちゃいました。大丈夫ですか？髪の毛ちょっとやばいですね。もうボサボサ。今海から上がったばっかりみたいになりましたけど。ちょっと濡らしてきます。マジになったっすか？落ち着きましたね。完璧です。落ち着きました。うんうん、いい感じです。ありがとうございます。どうでした、今日のスパークの出演した感想というのは。なんか すごかったです。すごかった。ちゃんとしてました。ちゃんとしてました。ちょっと質問とか難しくなかったですか？結構課題があるなと思いました。なんか自分でもその一般の人に向けてうまく説明できなかったりとか、いつも難しいなと思ってるんですけど。いやいや、でももちろんその伝わってくるものもありましたし、なんかそのやっぱりサーフィンって採点っていう意味では少し難しいところもあるじゃないですか。すごい難しいですね。採点基準とか、それこそ自分たちでもわからない時もあるので、何点ぐらい出るのかなとか。そうなんですね。はい、そういう時って例えばジャッジの人にこれなんでこの点数なんですかとかって聞きに行ったりすることあるんですか？聞きに行ったりはしないですけど、うん、まあそのライディングでそのぐらい点数出るんだなって、まあ勉強になるんで。でもやっぱり難しいですね。この技に何点出るとか決まってないので。そうですよね。はい、いやでもしかも自然を相手にしてるわけですし、その波にね、その時々でちゃんと適応しなきゃいけないっていうのは今回スタジオでお話を聞いて改めて難しさを感じました。で、村上選手ぜひ伺いたいことが一つあるんですけれども、はい、サーフィンをやっている方々にこれをすればうまく波に乗れるっていうポイントを、難しいと思うんですけど一つ教えてください。一つですか？あ、一つじゃなくてもいいですよ。でもいっぱいあるんだったらいっぱい教えてください。まあ、若い子たちに、若いどんどん次の世代の子たちにアドバイスするなら、やっぱりサーフィンは本当練習するだやればやるだけ上手くなるって自分は思っていて、はい、だから学校前の朝に入ってもいいし、学校終わって夕方も入ってみたいな。自分はそういう生活で小学校の頃からずっと練習してたので、たくさんサーフィンしてほしいなと思います。小学2年生でサーフィン始められて、小学校に行く前に毎朝練習されてたんですか？よくやってました。朝早く起きてやって、学校、はい、ねえ、授業受けてる時眠くなりそうですね。眠くならなかったです。でも友達と遊んでたりとか。ああ、そうなんだ。はい、じゃあとにかくたくさん波に乗るのが上達の秘訣ということですね。そう思います、僕は。ありがとうございます。なんか今日は村上選手のちょっとはにかみ笑顔も見られてまさに胸キュンでした。ありがとうございました。はい。ごめんなさい、リアクション難しかったですね。オリンピックも含めて今後村上選手応援してます。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。スパークも見てねー。